99年の全日本 250cc クラスは前代未聞の幕切れとなった。松戸直樹と加藤大二郎のタイトル争いは終わってみれば同ポイント。さらに2人は上位入賞回数でも並んでしまった。この結果、前年度のランキング順に従うという規定により、チャンピオンの栄冠は松戸のものとなった。いい時と悪い時が両方1年の中にあったかなっていう感じですね。自分の出せる力は全部出せたと思うし、1998年全日本 GP250 ではヤマハの中野真也が全9戦中8勝を挙げ初のタイトル獲得。98年型マシンとのマッチングに苦しんだ加藤大二郎はついに未勝利に終わりランキング8位。松戸直樹はヤマハのワークスマシン YZR の対応を受けるも、やはり未勝利のままランキング3位に終わった。そして迎えた99年、チャンピオンの中野はグランプリに羽ばたき、鈴木がこのクラスから撤退、ワークスマシンは2台のみとなった。全日本8年目の松戸直樹はついに念願のヤマハワークス入り。前年の雪辱に燃える加藤大二郎は99年型 NSR で全日本6年目のシーズンを迎えた。マシン的にはまだちょっと厳しい部分があったから、気持ち的には98年を引きずってるようなイメージで、前の年に中野くんがすごいいい成績で残してたんで、チーム内に勝たせようっていう雰囲気がすごいあったんですけど、まあでも自分は自分だからマイペースで行こうっていう感じでした。はい。開幕戦の舞台は山口県セントラルパークミネサーキット。スタートでやや出遅れた加藤は5番手、松戸はさらに大きく出遅れ19位からの追い上げを強いられた。レース序盤はプライベート勢が健闘を見せ、中富真一と関口太郎がトップ争いを展開。この戦いに加藤が割り込む形となった。加藤はようやく6周目トップに浮上。そして驚くべき追い上げを見せた松戸は早くも15台のマシンをかわし4位までポジションを挽回。さらに7周目に関口、9周目に中富をかわした松戸はトップ加藤に急接近。レースはホンダ NSR 対ヤマハ YZR、 加藤と松戸の一騎打ちとなった。12周目ついに松戸がトップに浮上。以後2台はテールトゥーノーズのまま終盤戦に突入。加藤は全力で松戸を追撃。しかし松戸にはまだ余力が残されていた。残り2周でファステストラップを叩き出し、加藤の追撃を振り切った松戸はついに念願の全日本初優勝を達成。加藤は悔しい2位となった。スタート、まあ、失敗しちゃったんですけど、淡々と走ってたらどんどんみんな抜けたんで良かったです。まあ初戦なんで、とりあえず完走をしたいと思ってたんで、まあ、優勝したかったんですけど、次は優勝したいですね。第2戦菅生も開幕戦同様の展開となった。加藤が先行しスタートの出遅れを取り戻した松戸が急接近。5周目にトップを奪った松戸は安定したハイペースをキープ。レース終盤に加藤を突き放した松戸が開幕2連勝。加藤は2戦連続の2位となった。勝ち方を覚えた松戸と2戦連続で松戸に敗れた加藤、表彰台に立つ2人の表情がこの時の状況を如実に物語っていた。大二郎もう絶対調子良くなってくるなと思ってたんで、全然自信とかなかったんで、やっぱり勝っていってるうちに慣れてきて、そういう面で多分リラックスしていけたと思うんですけど、まあ、前半戦はやっぱ、まあ、正直言ってちょっと苦しい部分がまだあって、バトルっていうよりとりあえず見られてるみたいな感じで、まあ、後半になったら行けばいいやぐらいの感じで走られてたような感じだったと思うんですけど。第3戦筑波、ここで2台のワークスデーに次ぐ第3の勢力が台頭を始めた。TSR ホンダのオリジナルマシン AC28M を狩る加陽鉄球は若干17歳の高校生ライダー。加陽がワークス勢と互角の走りを見せ始めたのがこのレースだった。
中盤を過ぎると加陽が遅れを取り、2台のワークスマシンがマッチレースを展開。トップに浮上した松戸は加藤を突き放しにかかるが、これまでの2戦と違い加藤も離れなかった。2台の行き詰まるトップ争いはテールトゥーノーズのままレース終盤に突入。しかしその戦いには意外な結末が待ち構えていた。24周目ダンロップコーナーの進入で加藤が痛恨のスリップダウン。早くも加藤はタイトル争いの上で大きなビハインドを背負ってしまった。気持ち的にはもうこのまま追いついてやろうと思った瞬間に転んじゃって、自分の感覚だともう全然こけるような感じはなくて、そんなに思いっきり突っ込んだってわけでもなかったから、なんかえっていう感じで。加藤の脱落で完全な独走体制となった松戸はポールトゥーウィンで開幕3連勝。加陽は大きく離されながらも自己最高の2位でフィニッシュした。開幕3連勝を決めた松戸がランキングトップを独走。加藤は松戸に26ポイント差のランキング4位に後退。早くも加藤はこれ以上ミスが許されない状況となった。第4戦鈴鹿でも松戸の勢いは止まらなかった。2戦連続のポールポジションを獲得した松戸はレース序盤でトップに立つと後続を引き離していった。松戸の後方では2位争いが白熱。加藤の背後には AC28M の加陽が迫っていた。しかし加陽は5周目のヘアピン立ち上がりでハイサイドを起こし加藤の追撃を断念。以後トップ3の間隔はじりじりと広がっていった。後続に5秒の差をつけた松戸はポールトゥーウィンで開幕4連勝。加藤はシーズン3度目の2位、3位でフィニッシュした加陽は2戦連続の表彰台を獲得。そして松戸は前年のチャンピオン中野真也が達成した5連勝の記録に挑むことになった。次で5連勝できたらいいなと思ってるんで、まあ、テストとかしっかりやっていきたいと思ってます。第5戦の舞台は栃木県ツインリンク茂手木。松戸は5連勝の記録に挑戦。対する加藤は何としてもそれを阻みたかった。しかし2人の思惑をよそにポールポジションを獲得したのは加陽だった。予選タイムで周回はできるとは思うんで、まあ、うまく前に出れたら、まあ、ちょっと無理してでもちぎっちゃおうかなっていう、ちぎれたらですけどね。加陽はその強気なコメント通り加藤と松戸のワークスマシンを相手に互角の戦いを見せ、3台のトップ争いは接近戦のままレース終盤を迎えた。松戸は残り5周でトップに浮上。しかしこれまでのように後続を引き離すことができないままファイナルラップに突入。3位の加陽はやや離され、松戸と加藤のトップ争いはさらに白熱。そして土壇場で意地を見せたのは松戸の連勝阻止に燃える加藤だった。最後の勝負どころはダウンヒルストレートから90度コーナーのブレーキング競争。ここで松戸の前に出た加藤はとにかく全力でゴールを目指した。コンマ2秒の僅差で松戸の追撃を振り切った加藤は97年の最終戦以来、全日本では実に1年7ヶ月ぶりの優勝。ついに松戸の連勝は4でストップした。結構苦しかったんですけど、すごいスタッフの人とかずっと僕勝てなくて、ずっと一生懸命やってくれたんで、とりあえず恩返しができてよかったです。まだ勝てるんだとか思ったのもあるし、まあ、とりあえずゴールの時だけ前に行ったみたいな感じだった、まあ、展開的にはもうちょっとこんなんじゃダメだなと思ってました。4連勝まで行って次で5連勝だったんで、あんまり勝ちとか意識してなかったって言ってもやっぱり勝ちたいっていうのはあったんで、かなり悔しかったです。シーズンは前半の5戦を終了。ランキングトップの松戸と2位加藤の差は26ポイント。加藤の苦しい状況に変わりはなかった。しかしこの後、タイトル争いの流れが劇的な変化を見せることを、この時点の2人は全く知る由もなかった。